度は君たちの番だよ。ありがとうございます先輩。ランダムスターお借りします。聞いてください、イニシャル。みんな、交流プログラムの打ち合わせお疲れ様。愛情さんも神楽さんもお疲れ様です。今度の舞台も面白くなりそうだね。早く演じてみたいな。幼馴染と一緒に見たバンドのライブに憧れた主人公が仲間を集めてバンドを結成する物語。再会を果たした主人公と幼馴染が改めて憧れのステージに立つことを約束するシーンとか最高だよね。私もあのシーンが好き。わかる。あとあと文化祭で初めてメンバー5人が揃う場面もいいよね。雑談はそこまでだ。一刻も早く方針を決めなければならないことがある。それってもしかして私が打ち合わせで言った。はい、せっかくバンドを題材にしたお話だし舞台でも楽器を演奏したいです。楽器の練習、講師の確保、大変なのは分かっています。でも任せてください。私たちならきっとできます。最高の舞台にしてみせます。そのことだよね。さっきの、だってその方が絶対いいと思って。私もその方がいいと思う。舞台で楽器をちゃんと弾くなんてすごく盛り上がるよ。可憐らしくていいと思った。バンドを題材に扱う作品なら演者が実際に演奏した方が間違いなくいい絵になるだろう。それに今回の舞台の主人公たちは一から楽器の扱いを覚えていきます。それでしたら。その気持ちを理解するには私たちも体験するのが一番。うん、そういうこと。やっぱりみんなもそう思うよね。今回の舞台は新しい人や楽器との出会いがテーマのお話。それなのに一番大事な演奏シーンを演じないなんてもったいないなと思って。もちろん大変になるのは分かってるよ。もし本番までに上達できなかったら舞台の出来にだって影響が出ちゃうし。でもそれでもよりいい舞台ができる方法があるなら挑戦して大成功させたい。うん、私も難しくってもそれが一番楽しいと思う。やる前に諦めるなんてできないもんね。成長は困難を乗り越えた先にあるものですからね。気持ちはみんな同じようだな。では早速楽器を教えてくださる方をご紹介いただけますか、愛情さん。え、そんな人いないよ。カレンちゃん、あんな自信満々に任せてって言ってたよね。ええ、確かに私もそれなら安心だと思って。いや、5人いれば誰か1人くらい楽器を教えられる知り合いがいるかなって。もしかしていない？ばっかり。こうしていても始まらないとなれば、まずは教授をしてくれるバンド経験者を探すことが課題だな。誰か知り合いいない？バンドやってる人。そうだな、バイオリンやチェロなどの奏者なら知り合いがいないこともないが。私も和楽器系ならいくらかつてがないこともないですけど、少し方向性が違いますね。誰かいないかな、バンド経験がある人。あっ、なんか顔に当たった。それ何かのビラ？何何？ガールズバンドが商店街でライブ？え、何それ。ちょうどこの後ライブがあるみたいですね。
女子高生のバンド。これは参考になるかも。うん、早速行ってみようよ。あ、今から始まるみたいだよ。私たちポッピンパーティーです。なんだか思った以上に本格的。あの衣装すごく可愛いね。それでは聞いてください。イニシャル。おなるほど、これはいいものが見られたな。確かに思った以上に参考になった。あのイニシャルって曲、舞台の内容に歌詞もぴったり合うし、あんな曲をクライマックスで演奏できたらすっごく盛り上がりそう。あれ、そういえば愛情さんの姿が見えませんが、まさか。お客さん、たくさん来てくれてたね。うんうん。おい、かすみ、一箇所音外れてたぞ。アリサ、ごめん。次は気をつけるよ。お、おまくっつくなって。あの、アリサ、知ってる人？いや、私も知らねえな。私も知らないと思う。私たちを弟子にしてください。おー、私たちを弟子にしてください。みんなー、カレンちゃんあっちにいた。ポッピンパーティーのみんなのところ。さっきの曲、イニシャル、聞いた時にビビって感じたんです。私たちの舞台のクライマックスを飾るイメージにぴったりだって。舞台？愛情さん、そんな突然お願いしても戸惑われるのは当然かと。カレンは何も考えずすぐ飛び出すんだから。なんかいっぱい来たな。あ、そうだよね、ごめん、驚かせちゃって。ううん、気にしないで。それよりさっき舞台がって言ってたけど。ああ、順を追って説明させていただこう。カレンちゃんたち舞台少女はお芝居をやってるんだね。それで？バンドを題材にした舞台を演じる中でライブシーンがあるから演奏を教えてほしいと。うん、私もあのライブを見てすっごくワクワクしたし、教えてほしいなって。はい、ぶしつけで無理なお願いは承知なのですが。ご教示願えないだろうか。私たちが先生？うん、いいよ。みんなもいいよね。私も賛成。誰かに教えると自分でも気づくことあるし。リミリンはどう？私も助けてあげたいけど、でも。そうだね、次のライブもあるし、このスケジュールじゃ難しいんじゃないかな。かすみ、今は人に教えてる場合じゃないだろう。私たちはまずやるべきことをやらねえと。ああ、そっか、そうだった。やるべきこと？実は私たち近々大きなイベントを控えてて、それに向けて練習中なんだ。練習だけじゃなくて宣伝もしなくちゃならなくて、悪いけど人に教えてる余裕はないんだ。そうでしたか。そうだよね、今は自分たちのことで精一杯だもんね。そっか。そんな。愛情、そこまでだ。雪城さん。
カレン、無理強いは良くない。ごめんね、なんだか期待させちゃって。いや、こちらこそすまなかった。他を当たってみることにする。ごめんみんな、でもやっぱり諦められないよ。ポッピンパーティーの曲を聴いて、舞台と同じようなきらめきを感じたんだ。きらめき？そう、キラキラでドキドキする感じ。これは絶対手放しちゃいけないって。私たちの舞台にはポッピンパーティーの音楽が絶対必要だって。だからやっと来れたんだ、先輩が立っていたこのステージに。おい、なんだよこれ。あいつ何を始めたんだ。これってお芝居？最初は私一人だった。でも少しも不安じゃなかったよ。必ずたどり着けるって信じてたんだから。あの日先輩のライブを見て感じたこの胸のドキドキは、キラキラの気持ちは間違いないって。だよね。うん、一緒に見たあのライブ、あの日から私の気持ちは変わらない。増えた？もちろん私も一緒だよ。みんなが誘ってくれたおかげで私もここに来れたんだもん。忘れたわけではあるまい。約束のその先にある場所、見させてくれるのだろう。その時は私も一緒よ。私たちは5人で一つのチームだもの。みんな行くよ。みんな私たちの音楽を届けに。え、おしまい？この続きは？ごめん、今できるのはここまでなの。やべえ、思わず見っちまった。すごい迫力。だからお願い、この演目を最高の舞台にするためにも私たちに力を貸してほしいの。みんなの演奏も曲も絶対に必要なの。みんな、やっぱり私カレンちゃんたちに協力したい。この舞台の続きが見たい。かすみ、けど私もこの舞台の続き見てみたいな。リミリー、このクライマックスで私たちの音楽が流れたら最高だよね。うん、私もこのお話の結末が気になる。みんな大丈夫か？来週だってライブあんだぞ。本当にできんのか？アリサはやりたくないの？そういうわけじゃねえけど。もう、わかったよ。一人だけ反対したってしょうがねえし。それに、私もさっきの舞台の続き見てみたいしな。じゃあ、決まりだね。それじゃあ、改めて自己紹介させてもらうね。ギターボーカル、富山香澄。同じく、ギター担当、花園多恵。ベース、牛込リミです。ドラム、山吹沙耶。キーボード、市ヶ谷アリサです。みんな、よろしく。ここがカレンちゃんたちのいる青少音楽学園。なんか緊張してきた。え、どうして？知らない学校であんまり知らない奴らに楽器教えるんだぞ。緊張するなって方が無理だろう。そういう感じのアリサ、久しぶりだね。うるせえ。かすみちゃん、お待たせ。カレンちゃん、今日はよろしくね。ここがレッスン室だよ。わあ、すごい。レッスン室ってことはレッスンするための部屋だよね。そりゃそうだろう、レッスン室だしな。
私たち普段はここで舞台の稽古をしてるんだ。でもさすが演劇の高校だよね。舞台稽古専用の建物があるなんて。まあ確かに普通科の高校にはないよな。あれ？じゃあバンドの練習とかどうしてるの？他のバンドの子たちは貸しスタジオとか部室とかで練習することが多いけど、ポピパの練習は基本蔵だよね。蔵？アリサの家に蔵があって、そこの地下室をスタジオ代わりに使わせてもらってるんだ。なんだか楽しそう。うん、すごく楽しいよ。バンドの練習だけじゃなく、宿題やったりお菓子食べたりもするし。まるで秘密基地みたい。いいなぁ、私も行ってみたいなぁ。もちろん、カレンちゃんたちも今度招待するよ。ポピパの秘密基地、蔵へようこそ。ちょい待て、お前ら、家主抜きで話進めてんじゃねえよ。こんにちは。お、みんなもう来てる。揃ったところで練習に取り掛かろう。とは言ってもどう始めるか。早速ですまないが、経験者としてご教授いただけないだろうか。そうだね、みんな楽器は初心者ってことだし、最初は個別練習で個々の精度を上げていくのがいいと思う。で、ある程度上達してきたところでみんなで合わせる全体練習って感じでどうかな。はーい、よろしくお願いいたします。じゃあまずギターボーカルから。かすみが教える相手は。はい、私愛情カレンです。かすみちゃん、よろしく。こっちこそ改めてよろしくね、カレンちゃん。前から思ってたけど、かすみちゃんのギター星みたいですっごくかっこいいよね。ありがとう。これランダムスターって言うんだ。ランダムスター、おー、心にグイグイくる響き、まさにスターって感じ。それにこう、なんだかキラキラしていて、見てるとドキドキしてくるね。でしょ？私もこのギター見た時にビビッときちゃって、ギュンギュンって感じがしたんだ。わかる、わかるよ。私も初めて見た時、こう心にグイーンって感じで迫ってきたもん。すげえ、こいつらもう仲良くなってる。かすみちゃんが二人いるみたいだね。げっ、かすみが2倍とかマジ勘弁してくれ。それじゃあ次は私かな。もう一人のギターの人は。私。ひかりちゃんだよね。うん。うん。お、何？うん、わかった。そういう感じだね。任せて、ひかりちゃん。よろしく。おたえ、お前絶対適当だろ。ドラム担当の私の相手は。はいはい、私フロンティア芸術学校の大月アルル、よろしくね。よろしくね、大月さん。アルルでいいよ、サーヤちゃん。大月さん、山吹さんは先輩ですから。私もサーヤでいいよ。じゃあサーヤちゃん、よろしくね、サーヤちゃん。ここはなんだか平和だな。キャッ、どうしたアリミ。シークフェルト音楽学院の雪城明だ。よろしく頼む。あのん、どうした？いえ、この手は。バンドマンはこう、拳を合わせるなどの特殊な挨拶をすると、バンドについて調べた際、資料でよく見たのだが、違ったか？しねえよ！その資料絶対偏ってるって！かっこいい！私も！うんうん、私も！だからやんな！
く、舞台やってるやつは変なのしかいねえのか。確かにちょっと変わってるけど、みんないい人たちなんですよ。ともえさんだっけ。はい、林明館女学校のともえたまおです。舞台ではキーボードを担当します。じゃあ私が教えるのって。はい、今回は無理なお願いを聞いてくれてありがとうございます。よろしくお願いしますね、市ヶ谷さん。いや、こちらこそ、よろしく。アリさん、固いよ。ほら、リラックス。うるせえ。これで組み合わせは決まったね。それじゃ、早速練習を始めよっか。私たちはポピパのみんなと毎日練習に明け暮れていた。Cコードは2弦を人差し指、4弦を中指、5弦を薬指で押さえ、いただ、指がつっちゃう。なるよね。私も最初はそんな感じだったよ。ひかりちゃん、ちょっと力んでる。指先は優しくね。うん。ふむ、ベースとは難しいものだな。先生、もう一度お願いします。あはは、雪城さん、だから先生はちょっと恥ずかしいって。あまり根詰めすぎてもよくないし、少し休憩にしよっか。う、同じところでミスしちゃった。落ち着いて、アルルちゃん。大丈夫、ちょっとずつできるようになってるよ。すみません、市ヶ谷さん。せっかくご指導してもらってるのに、なかなか上達できず。始めたばっかだし、そんなもんじゃね。まあ、慌てずゆっくりやればいいよ。私たち、舞台少女は日々進化中。どうだろうか。すごい、これならバッチリだと思うよ。お、いいじゃん。今までで一番いいかも。ありがとう。これも市ヶ谷さんの教え方がうまいおかげね。そんなことは。でも、ありがとう。ちゃん、どう？今の感じどうだった？うん、とってもいい感じになってきた。これならそろそろ。どうだったかな。うん、いいんじゃないかな。本当？やったー。カレンちゃんがぐんぐん成長してくれて、師匠としても鼻が高いね。おお、すっかり師匠風吹かせてるね。ふふん、だって今の私はカレンちゃんの師匠だもん。じゃあ師匠らしくお手本見せてよ。へへん、任せなさい。うまい。やっぱりかすみちゃんすごいよね。それに弾いてるときほんと楽しそう。おお、じゃあ私も混ざっちゃおうかな。いいね、おたえセッションしようよ。おお、かすみちゃんとたえちゃんのセッション、いいね。これはグッドグッドですよ。まるでギターで会話をしてるみたい。うんうん、息の合った演技みたいだよね。あー、楽しかった。やっぱりおたえとのセッションはいいね。いいなあ、私もみんなと合わせて演奏してみたいなあ。じゃあそうする？え？いいの？
私はもういい頃合いかなって思うよ。答えはどう思う？うん、今の光ちゃんの仕上がりならどこに出しても恥ずかしくない。任せて。決まりだね。じゃあみんなも呼んでくるね。というわけで、そろそろ全体で合わせて練習してみたいと思います。うん、私もいいタイミングだと思う。先生との練習の成果、存分に披露する時が来たか。ご安心を。無様な姿は見せはしません。雪城さん、だから先生はちょっと。リミリン、先生って呼ばれてるの？それは雪城さんが勝手に。礼を尽くす、当然のことだ。恥ずかしいよ。教え上手って言うならさあやちゃんだって。うまくできなかった私の問題をズバーンと見抜いちゃったんだよ。たまたま気づけただけだよ。それにうまくなったのはアルルちゃんが頑張ったからだと思うし。そうかな。ありがとう。みんなすっかり仲良しですね。タマオちゃん、アリサの話は何かないの？そうですね、強いて言えばこの前市ヶ谷さんが演技に挑戦してみたことでしょうか。その話は秘密って約束じゃん。アリサが演技？ねえねえ、どんな感じだった？それはもうとても一生懸命で、思わず応援したくなるような。だからやめろ。雑談はここまでにしよっか。じゃあセッションやってみよう。はーい。よし、ミスしなかったはず。やれることは全部できた。さあやちゃん、どうだった？そうだね、大きなミスもなかったし、とても良かったと思うけど。ん？些細なことでもいい、何か思うことがあるならぜひ聞かせてもらいたい。うん、演奏自体はみんなすごく良かったんだけど、でもなんだかそれぞれの音の主張が激しいというか。主張？あ、もしかしてなんつうか価値観の相違みたいな。どういうこと？この前トモエさんに聞いたんだけど、演劇の舞台は基本的に主役は一人だし、役割が変わることはないらしいんだよ。あー、なるほど、価値観の相違か。うんうん、わかった。それじゃあ実際に私たちの演奏を聞いてもらった方がいいかも。そうだね、それがいいと思う。って感じなんだけど、何かわかった？もしかしていろんな楽器に主役になるパートがあるってこと？うん、バンドの演奏には各パートが主役となるシーンがあって、主役と脇役が入れ替わることがあるの。そのことを意識せずに演奏すると音がバチバチしちゃうんだよ。すごい、カレンちゃんよく気づいたね。さっきかすみちゃんとたえちゃん互いがリードし合うような演奏をしてたのを思い出したんだ。そうか、私たちはさながら自分が主役と言わんばかりに全力で自分の演奏だけに集中していた。でもそれじゃあ音が強くぶつかり合ってセッションにならないんだね。演奏は主役が流れるように変化していく。つまり演奏の流れを読み、そのパートの主役が誰なのか意識する必要があるということですね。一役の中で時に主役に、時に脇に徹するか。よし、じゃあそのことを意識してもう一度セッションしてみようよ。おお、これなら本番もバッチリだね。バッチリ。
これであとは本番を待つばかり。そうだ、それで実は本番に向けて一つかすみちゃんたちにお願いがあるんだけど。お願い？ということなんだけど、どうかな？もちろん、むしろ断る理由がないよ。うん、私も賛成。それ絶対いいと思う。私もそんな風に思ってくれて嬉しいな。いいんじゃねえか、ポピパの宣伝にもなるし。私も賛成。むしろポピパ的にも大助かりだよ。ありがとう。じゃあ早速準備してみるね。じゃーん、どうかな。おー、私たちの衣装だ。いいね、すごくかわいいよ。ありがとう。衣装を作ってくれた B 組、舞台創造家のみんなにも伝えとくね。けど、なんか人にポピパの衣装を着られるとちょっと恥ずかしいな。まあ確かにね。それとね、この衣装を作ったのはポピパのみんなに何か楽器を教えてくれた恩返しができないかって思ったからなんだ。え？どういうこと？ポピパは今大きなイベントへ向けて準備をしているから、少しでも宣伝になることができないかと考えたんです。なるほど、それで同じ衣装を。ありがとう、とっても助かる。だがこれは先生方の看板を背負うも同然、一層気を引き締めて舞台に臨ませてもらいます。雪城さん、そこまで。でも私も楽しみにしてるね。うん、ますます舞台の本番が楽しみになってきた。当日は絶対みんなで応援に行くね。ありがとう。私たちもみんなの期待に応えられるように精一杯頑張るよ。時に曖昧で見失う、戸惑いがちな自分でも。あれ、ステージってどっちだっけ。こっちだったと思ったんだけど。あ、ちょうどよかった、あの人に聞いてみるか。すみません。お、なんだす。ちょっと場所を尋ねたくって。ステージへはどう行ったら。ステージやったら、ん、アンさん、もしかして。アリサちゃん、帰りが遅いから探しに来たよ。アリサ、やっぱりあんたがポッピンパーティーの人やったんやね。パンフレットに名前と写真が載っとるの見ましたで。今回の舞台にいろいろ協力してもらったようで。そうだよ、今回の舞台で楽器の演奏を教えてくれたポッピンパーティーのサーヤちゃんとアリサちゃん。はじめまして、山吹サーヤです。市ヶ谷アリサです。お初にお目にかかります。花柳かおる子と申します。以後お見知りおきを。ん？アリサ、どうかした？ああ、いや、変な話だけど、花柳さん、どこかで会ったことありましたっけ？なんだか初対面だっけって気がして。あら、奇遇どすな。実はうちも同じこと考えとりました。あ、もしかして、前世が一緒とか？なわけあるか！ハモって怒鳴らないで。まあ、何にせよここで会ったのも何かの縁。今後ともよろしゅう。さあ、そろそろ本番の準備が始まるし、舞台の方へ行こっか。どうしたの？みんな。あ、カレンちゃん。愛情、
少々厄介なことになった。さっき搬入時のミスで私たちの使う楽器一式が破損してしまったと連絡があったんです。え？でも舞台には間に合うんだよね。それも難しいみたい。それじゃ舞台は中止？いや、別の舞台で使用された小道具の楽器は確保できたようだ。これと別撮りしていた楽曲の音源を使えば舞台の体裁は整えられるだろう。先ほど演出班とも相談してその方針で進めるよう検討中だ。よかった、中止じゃないんだ。え、でもそれってクライマックスでのライブの演奏はなくなるってことだよね。ああ。そんな、やっとみんなに届けられると思ったのに。カレンちゃん、私も同じ気持ち。あんなにたくさん練習したのにみんなに届けられないなんて。プロの舞台でも急なアクシデントはつきものだ。必ずしも従前な状態で臨めるとは限らない。だがそんな状況でもベストを尽くし形にする、それがプロの仕事だ。その結果がたとえ不本意だとしても。雪代さん、あるよ楽器。え、ほらここに。これってかすみちゃんのランダムスター。そっか、私たちの楽器を使えば。なるほど、その手があったか。そうだよ、最終幕が上がるまでに戻ってこられれば楽器を舞台に運び込めるよ。今から蔵へ行ってドラムとキーボードを運び出すとなると、ライブシーンがある最終幕にギリギリ間に合うかどうか。でも可能性があるならやってみたい。今回のライブ演奏だって最初はできるかわからないところから始まった。あの時も失敗するかもしれない、下手したらもっとひどくなるかもしれないって思ってた。でもそれでもやっぱり私は挑戦したい。後悔しないようにやれること最後までやりきりたいよ。私もカレンに賛成。一番を目指して挑戦する、それが舞台少女。そうだよ、できる可能性があるなら私も諦めたくない。わかった、演出班にはギリギリまで待ってもらうよう交渉しよう。じゃあ私たちも蔵に戻って運ぶ準備しよう。協力感謝する。搬入周りの手はずは私たちで整えておく。ありがとう。よし行こう。みんな、みんな遅いな。お昼12時に楽器屋の前でって言ったのに。どう？まだです。どうしよう、もう次が最終幕だよ。間に合うかな。わかんない、でもとにかく。そうだよ、みんなが待ってる。みんなお待たせ。うん嘘だろ、幕が上がってる。そんな間に合わなかった。まだ何か手はないのかな。幕の上がった舞台に楽器を届ける方法。そっか、そうだよ、それなら。ねえみんな、私に考えがあるんだけど。なるほど、いけるかもしれんな。わかった、すぐに演出班に伝えよう。意外です、雪代さんなら止めるものかと思っていました。ありえない挑戦から始まった舞台だ、ここまで来て折れるわけにはいかないだろう。
でも急にお話が変わって、愛城さん大丈夫かな。びっくりしてセリフが飛んだりとか。大丈夫、カレンならきっと。ついにここまで来れたね。結局間に合わなかった。ごめん、かすみちゃん。やあ、久しぶりだね。かすみちゃん。かすみちゃん、でもどうして舞台に？やあ、私だよ、私。伝説の先輩ギタリストだよ。先輩、でも先輩がどうしてここに？それは、もしかして私たちのライブを見に来てくれたとか。それ、その通りだよ。君がこのステージに立つと聞いて応援に駆けつけたのさ。そしてこれを届けにね。これは先輩のランダムスター。今夜は特別なステージだ。そんな夜には特別なギターが似合うと思ってね。かすみ先輩、ありがとうございます。このギターの音は、あなたは先輩の相棒、もう一人のギタリストの花園たえです。ポッピンパーティーのリードギター担当です。じゃなかった。やあ、我こそは伝説のギタリストなり。驚いたわ。あの日このステージで私たちをバンドに誘った運命のギタリストと再び同じ場所で巡り合うなんて。それはこのギターをお前に託すためなのだ。最高のライブには最高の楽器が必要でしょ。ええ、その通りね。少しぎこちないが、花園神楽組も流れを崩さずに登場できたか。かすみちゃん、ナイスアイディア。本来客席で見守るだけの予定だった伝説のバンドマンたちを楽器の搬入役としてストーリーに組み込んじゃうなんて。主役が次々入れ替わるように登場させる演出も富山さんならではの発想ですね。演奏は主役が流れるように変化していくってやつだよね。まるでメンバー紹介を見てるみたい。次は私たち牛込、雪城のベース組が出る。その後は市ヶ谷、巴のキーボード組、最後は山吹、大月のドラム組と続いてくれ。オッケー、任せといて。先生、いけるな。はい、頑張ります。でもどうした。お芝居では雪城さんが先生じゃないかな。なるほど、よろしくお願いします、雪城先生。ああ、任せておけ。さやちゃん、平気？うん、と言いたいところだけど、ぶっつけ本番のアドリブ劇、さすがに緊張するね。さやちゃん、ちょっと手貸して。ぎゅー。お、アルルちゃん？大丈夫、サーヤちゃんがどんなセリフを言っても絶対私が拾うから。だからサーヤちゃんは自由にやっていいよ。アルルちゃん、ありがとう。ほんと舞台のアルルちゃんは頼もしいね。なあ、やっぱり私もやるのか。やらなきゃダメなのか。大丈夫、市ヶ谷さん、この前練習で演じた京都弁の演技すごく良かったじゃない。
あんな感じでやれば大丈夫。ぎゃあ、トラウマを掘り起こすな。今夜は最高の演奏を期待しているよ。ありがとうございます、先輩。いいかい、ベースはバンドの精神的支柱だ。どんな困難な状況に陥ってもベーシストだけは心を乱してはいけないよ。はい、先輩の言葉、いつも心に銘じております。さすがは私の憧れし先輩、あの落ち着き払った堂々たる振る舞い。だが憧れてばかりもいられまい。すげえなアリミのやつ、めちゃくちゃ落ち着いてるじゃねえか。市ヶ谷さんだってできるわ。いやいやいや、あんなレベル絶対無理だって。舞台に立てばきっと大丈夫。えい、え、どわっ、いっとった、くそ、乱暴すぎんだろう。みんな見てる。無理無理無理、やっぱ私に演技なんて。先輩、先輩のあのキーボードを貸していただけるなんて、私光栄です。おう。先輩いつもおうとしか答えないから。私出会ったばかりの頃は不安だったんですよ。嫌われてるのかもって。でも、違いました。ちゃんと私のことを見てくれていましたよね。先輩がすごく照れ屋だって気づいたのはもう少し後ですけど。ね、先輩。おう。先輩と話せて安心しました。先輩も安心して私の演奏を聞いてくださいね。たまおちゃん、アリサちゃん、いい指定だね。行こ、サーヤちゃん、最後は私たちの番。ちょっと待ってて、すぐ終わるから。思った以上にドラムのセッティングに時間が。早く終わらせないと。私、先輩がドラムをセッティングするところを見てるの大好きなんだ。大事に優しく扱ってて。本当はずーっと見ていたいんだけど、今日は私がこの子を鳴らすんだもんね。だから私にも手伝わせてください。え？じゃあお願いできるかな。うん、任せて。ありがとう、アルルちゃん。よし、できた。今日も思いっきり楽しんでね。はい。そうだ、せっかくメンバーとも久しぶりに会えたんだ。一曲くらい演奏していこうかな。はあ、ちょ、お前何？聞きたい人いるかな？おいおい、楽器渡してすぐ退場するはずだろ。何アドリブかましてんだよ。まあしょうがねえ、付き合ってやるか。さあ、今度は君たちの番だよ。ありがとうございます、先輩。ランダムスターお借りします。このステージに立つまで多くの困難があった。でもたくさんの仲間との出会いが何度も私を立ち上がらせてくれた。そのすべての出会いに感謝を込めて。聞いてください、イニシャル。イニシャルでした。みんな、ありがとうございました。はあ、終わっちゃったね。
でも、やりきった。本当に楽しい舞台だったね。まだドラムを叩く感覚が残ってる。新たな技術と新たな価値観、多くを学ぶことができた。それに何より、新しい出会いも。みんなお疲れ様。みんなのおかげで、普段できないようなことをたくさん体験できたよ。ううん、お礼を言うのはこっちだよ。あの時、ポピパのみんなと出会えてなかったら、今回の舞台、ここまでやりきることができなかったよ。やりきれた。そっか。うん、それならよかった。だったら打ち上げも楽しめそうだね。打ち上げ？蔵で舞台の打ち上げパーティー企画してるんだ。蔵にも来てみたいってみんな言ってたし。お菓子もいっぱいあるよ。うちのパンもいっぱい差し入れ持ってくね。チョココロネもたっくさん。ちょい待て、蔵で打ち上げやるとか初耳なんだけど。いいの？もちろん行きたい。みんなも行くよね。ああ、もちろん。うん、行く。お邪魔でなければぜひ。だから人の話を聞け。時に曖昧で